シュタージ、シュタージとは、ドイツ民主共和国、東ドイツの秘密警察、情報機関である、国家保安省、略語の通称。英語の、に相当するドイツ語の、の短縮語である。徹底した、監視体制で、東ドイツ国民を震え上がらせるばかりでなく、西ドイツにもスパイを送り込み、東西両ドイツ国民から恐れられた。前世紀には、対人公費で、 同じナチス政権下のゲシュタポ、ソ連の KGB をしのぐ、徹底的な相互監視網を敷いた。東ドイツ国民からは、盗み聞き覗き見人民公社、との陰口でも呼ばれ。1947年8月16日、東ドイツのソ連占領軍当局は、第5委員部、K-5、秘密警察組織を創設した。その委員、大臣に、相当には、を、 副委員にはエーリヒヒミール家を任命した。形式上、K-5 は人民警察刑事局に従属した。東ドイツでは、1949年のドイツ民主共和国建国以前からソ連軍軍成果に自治組織である DWK があり、人民警察も組織されていた。この人民警察は、平衛人民警察を経て国家人民軍となった。 また、K-5 やシュタージの創設には、ナチス政権時代の秘密警察のゲシュタポや、国家法案本部第3局と第6局で、国内情報や、外情報を担当した、新英体情報部、SD の出身者が、相当数採用されたとの説もあるが、審議や詳細については、不明な部分がほとんどである。1949年のドイツ、民主共和国建国後、 1950年に国家保安省が創設された。国家保安省には、サイサーが、次官は、ミール家が任命された。1953年、ミール家は、ベルリン暴動と関連して、サイサーを弾劾し、サイサーは解任された。国家保安省の地位は低下し、内務省に従属する、長扱いとなった。内務省国家保安局長には、が、副局長には、 ミールケが任命された。1955年、シュタージは町の地位を取り戻した。ミールケはバルター・ウルブリヒト支持の際、ボルベーバーを弾劾した。1957年11月1日、ボルベーバーは健康上の理由で辞任し、ミールケが国家保安省となった。ミールケの下で、シュタージにはソ連国家保安委員会。 KGB と同様の軍隊式の階級制及び制服が導入され、ミール家自身は少々となった1959年に中将。1958年、シュタージに対外情報を担当する A 総局が創設された。A とは偵察を意味するドイツ語の,の頭文字である。A 総局長兼国家保安省次官には、 マルクス・ボルフ少将が任命された。1971年、シュタージの作動の下ウルブリヒトは解任され、エーリッヒ・ホーネッカーと交代した。ホーネッカーは感謝の印に、ミールケをドイツ社会主義統一党政治局員候補にした。1986年、ボルフが辞任。ボルフの後任には、ベルナー・グロスマンが任命された。当時、 A 局では4126人の職員が働いており、各国に4500人以上のエージェントを有していた。1989年11月、ベルリンの壁が崩壊し、シュタージは国家保安局に解消した。同年12月、同局は解散された。シュタージには以下の組織、部局が存在した。シュタージは軍隊式の階級を持ち、 正規職員は国家人民軍地上軍、陸軍のものと告示した制服を着用することもあった。シュタージ解散後、米国とドイツ間でシュタージエージェントの名前が記されたシュタージファイルの獲得をめぐる暗闘が始まった。シュタージファイルとは一種のカードであり、情報源の項目にはエージェントの登録番号と偽名、本文の項目には提供情報のレジュメと日時が記載されていた。 1990年1月15日、東ドイツの人権活動家たちが、ベルリンのキューシュター事庁者を占拠した。彼らは大量のファイルを入手したが、対外情報機関関係の書類だけは一つも見つからなかった。対外情報関係の資料は、マルクス・ボルフがソ連に持ち出したとも、KGB 中東ドイツ支局が焼却したとも言われている。当時、CIA は、 バラの木作戦を実行し、大量のマイクロフィルムを奪取することに成功した。ドイツ連邦政府は、この文書の返還を求めたが、アメリカ合衆国連邦政府は拒否し続けた。ある時 CIA は、BFV 中ワシントン代表に、エージェントのリストを閲覧させたが、この際に持ち帰りや、副写機による副写ができず、筆者しか許されなかった。ドイツもアメリカも、 シュタージの記録を解読できなかったことで暗闘は先鋭化した。この問題は文書の一部が解読された1999年1月になって初めて解決した。解読された文書は1969年から1987年までの記録であり16万件を超える。現在、シュタージの文書解読と保管には元反体制派の防空 ヨアヒムガウクを長とする4人の職員が従事し、ガウク機関と通称される2000年から長がマリアンネ・ビルトラーに交代し、ビルトラー機関。文書の総数は9億件にも上るとされる。2001年1月2日、インターネット上にエージェント10万人のリストが掲載された。リストには、指名だけではなく、彼らの評価や毎月の報酬まで書かれていた。 2007年11月、デンマークのオーデンセ、オデンセで、サザンデンマーク大学、ユニバーシティ・オブ・サザンデンマークの、冷戦研究センターが主催して、下味タジで、諜報活動に従事していた約60人が、冷戦時代の緊迫した、平和の意気承人として証言する会合が持たれた。2009年、西ドイツにおける、学生運動、 ドイツ籍軍らによるテロの激化の契機となった警察官カール・ハインツ・クラスによるデモ参加学生ベンのオーネゾルク殺害事件に関してクラスがシュタージのスパイだったという事実を示す資料が発見されたこの事実を各メディアが一斉にトップニュースとして報道しドイツ国民に衝撃を与え高い関心を買うこととなったベルリンにあるオーネゾルクの慰霊碑に スターリニズムによる犠牲者の文字が付け加えられた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。